シアト小牧山。はい、こんにちは、ムイです。久しぶりのね、撮影ということで、今回は小牧山にやってきました。前回が桶狭間だったからね、織田信長のルーツとしては、これ桶狭間で終わっ、今川を倒した後はもう岐阜に行くルートなので、マジかよ、なんでこんな人多いの。岐阜行くルートなので、その中継地点として立ったお城がここなんですよ。ちょっと待ってね、だいぶ早口だけど、人が多い、また嘘でしょ、朝6時だよ。なんていうか、ここ1回お昼の時点、12時13時ぐらいかなに来たんだけど、人が多すぎて、もうこのお花見シーズンのそれで人多すぎて、カメラ回すの恥ずかしいなっていうのと、やっぱりそのね、みんなのなんていうの、邪魔になっちゃいけないじゃないけどさ、そういうのもあるから、朝6時にわざわざ来たのに、みんな早起きだね。で、ここの小牧山、ちょっと木が邪魔だな、こっちにある山の上にお城があるんだけど、ここの角度からちょうど見えないか。ここは桶狭間で今川義元を倒して、さあ次は岐阜攻めるぞ、どうするかなっていうのを決めるときに、信長さんが岐阜方面の方を見渡せるという理由で このお城を作ったと。ちょっと待って、最短ルートどこや。今ここか、ここで、これこう行くのが最短ルートか。本当はなんかこの周りもぐるっと回りたいんだけど、人が多いぜ。まあ目的としてはお城見に来たっていうのが一番だから、小牧山。マジか、こんなに人多いと思わんかったな。朝6時、朝5時だとね、まだ暗かったんだよね。だから降りてる、あれ、これ行くとルートないのか。なぜかあっち側から行かなきゃいけないのか。今までの最短ルート行きますかな。マジか、もうなんか視線が痛えよ。行け人いねえしな、やっぱり。なんかこういうさ、歴史的な資料館もさ、本当は中に入りたかったりするんだけど、まあカメラに回すのはね、さすがにいろいろ言われたりもするし、現在地は今ここだから、ここか。ああ、やっぱりこの資料館みたいなところ、大人1人100円、中学生以下入場無料。小牧山自体はね、信長さんが建てて4年住んで、その後もお城としては結構その使われてたんだけど、いざ合戦にその使われたかっていうと、そんなこともなくて、まあ、合戦に使われなかったからっていうのもあるんだろうけど、結構いろんなそういう石垣だったりも、まあ、再現なんだけど、当時のものがそのまま運よく残ったわけじゃないんだけど、結構形として残ってるというか、
桜は満開に咲いております。この時期にさ、後ろに来ようなんて思ったら、そりゃこういう朝の時間帯になるよね。人でごった返してたもん。今この桜の馬場だから、もうちょっと行ってか、他のところも見て回るべきかな。なんか細かい道はいっぱいあるんだよな、こういうところに。本当は全部網羅したいけどマジか、6時でこんなに人いんのか。夏場にあれだな、もっと朝5時とか、なんていうの、明るくなるのが早くなる時期にもう一回聞き直さないと。すげえレベルで人とすれ違う、朝6時なのに。これかな、反対側に道があって、さて、お稲荷さん。どこだ今。ふざけんな、危ね。これわかるかな。今この矢印真ん中の方、真ん中下の方にあって、これそのまま直進してたらむっちゃ遠回りの黒いルート行くつ。行く予定だった。危な、ここまっすぐか。よし、階段だ。で、なんでわざわざここ来たのかっていうと、ここもね、一応ね、心霊スポット的な、心霊サイト見てたら、ここも心霊スポットだよみたいな記事が一応あったはあったんですよ。ただ、桶狭間だったり、関ヶ原だったり、ああいうなんていうの、歴史的に有名な合戦場スポットと比べると、やっぱりお城自体でそのね、攻め込まれたお城っていうわけでもなくて、ここはそんなに。こういう山登りがあるところは道中にベンチを置いてくれないと無意がバテるでしょうが。あ、ベンチあった。よいしょ。さて、行くか。まあこの辺に差し掛かったってことはもうすぐゴールでしょう、多分。お城が見えねえ。木の高さ自体がそんなにもう高いとこじゃないから、今自分がいるとこと比べて。どうしよう、結構上の方に人がいる。ラジオ体操ってまだやってるもんなんだね。あそこ今一応春休みか。こんな山の上まで来てやりたないな。小学校とかのラジオ体操って、あれ道路足どここれここまで来たら気づかんか。小学校とかのラジオ体操ってなんか休まず来たらなんかもらえるみたいなのあったけど、俺この山の上は嫌だな。多分初日で折れるな。はあ、困った。
小牧山のてっぺん来たけど、ラジオ体操やってる。まあ真正面でやってるんだろうな。じゃあ後ろの方撮るかと思ったら後ろの方にもいんの。撮れん。これ終わるまで待たないかんわ俺。小牧山です。3階建てか。料金表。まあ、小牧山こんな感じですね。3階建てのまあ そもそも本拠地にする予定では建ててないから、まあこじんまりとしたお城です。で、一番の問題は要はここから岐阜の岐阜にどう進行するかということを考えるために作ったお城なわけです。ということは岐阜がこっちから見えなきゃ困る。困ってんな今日。どうなんだこれ。見えてもこっちだってんのかな。もうちょっとあっちか。岐阜だと、うん。もうちょいこっちの方だね。まあお城3階分の高さはあるけど。岐阜見え、ああでも割と見えるか。晴れてたらもうちょっと見えるな確かに。ああまあ木はどうか分かんないけど、でもそれでも3階分の高さあるもんな、見通せるな。で今ほど高い建物もないし、ああ正直小牧山自体無意が一人で登ってこれるようなしょぼさだから、そんな本当に最初なんていうの、下調べした時に岐阜の方を見れるようにってあったけど、ほんまかいなって思ったけど、ああ一応見えるな、うん、ここからいざ美濃過去岐阜に進行したわけですな。まあ、でもそうなるとあれか、一夜城とか地形も挟むこと挟んだ方がストーリーの話の説明をしやすいな。さてお花見シーズンのお城、やっぱりあれだね、どこのお城だっけな、前にでっかいお城、当時あ社長庫がある尻尾しか見えないけど社長庫がある。あれどこの城だったかな、でっかいお城行った時にもうこうやって桜が咲いてる季節に行ったことあるんだけど、やっぱあれだね、なんかお城と桜って合うね。まあ歴史館の方はね、実際ここにある通り入場料100円なので、それほどね旅行できたらケチる額でもないでしょう。まあ、よかったら来てみたらいいんじゃないでしょうか。正直なこれな、心霊スポットって言われたら方がきついな。山わざわざ歩かないかのわけやろ、このなんていうのお城までのルートとか。正直な合戦があったわけでもないからさ、ここは完全にそのたまたま居合わせた浮遊霊とかそっち系にしか思わんのだよな。
というわけでお昼下見、小牧山城でした。